こんにちは、ふたすきです。今日はセリアのアクリルライトで遊んだので、そのメイキングというかその動画です。下絵はですね、パソコンで描いたやつをコピー用紙に印刷して裏返しにして使っています。ライトの裏側に描くのでね、逆さになるので下絵も逆さにしております。直径が8センチでした。私、寝室がロフトなんですけど、ロフトに登るはしごと、自室の電灯のスイッチが結構遠くて、で、その真っ暗な中、はしごを目指すことになるので、はしごに目印の明かりかなんかつけられないかなって、探してたらツイッターでこちらを見つけて購入いたしました。使ってるペンもセリアに売ってあったものです。ペイントマーカーの極細を使っております。極細でもね、結構太さがしっかりあって、描きやすかったです。この白いところも色を塗っていきます。電池が入るところはマステで保護済みです。まず、下地で黒を塗って、上から金のアクリルガッシュで仕上げていきます。この下地の色で結構表に出る色が変わるっていうのは、専門学校で習いました。ありがとう、先生。今、役に立ってます。ね、これ、塗りながら、ライトのところも、マステで保護すればよかったなと思いながら塗ってます。あとですね、結構筆の跡が残ってしまったので、動画を撮った後にティッシュで金色をポンポンって塗って、筆の跡を消しております。もうね、なんか、鈴細工みたいになって、いい感じになったのでおすすめです。はい。で、はしごにつけて、完成です。はしごにつけてるフックもセリアで買いました。かわいいですよね。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。